はじ、えー、めまして、竜力さん、私は直樹というものです。53歳の冴えないおじさんです。本題、楽して合法で月5万円から10万円、副収入として稼ぐ方法ないでしょうかえっとあの、生活保護という仕組みがありましてあの、全く働かなくてもお金がもらえるんですよね。<laughs> で、それがあの日本国籍さえ持ってればもらえるんですよ。 で、あの、それなりに働ける能力のある人であれば、その、あの、生活をくださいって言っても、いやいや、働けるでしょうって断られちゃうんですけど、あの、直樹さん、多分、働けません。あの、ご自身、ご自覚ないかもしれないんですけど、多分、軽度の、あの、発達障害か知的障害のグレーのラインにいる気がするんですよね。まず、あの、ビール飲んで、だらだら喋ってるおじさんで、えっと、今、この放送を見てる人が、 あの、3万970人いるんですよ。で、3万970人の人に、楽をして合法で月5万円から10万円かける方法で、これがありますよって言ったとしたら、3万人がそれ成功するじゃないですか。で、3万人がそれ成功して5万円稼いでってなったら、あの、めちゃめちゃ経済効果でかいですよね。で、そんなものあると思います で、仮にじゃあ僕が楽して稼げる方法あるとして、これを、じゃあその、こうやって儲けるよといいよって言った途端、全く同じ内容を3万人が聞いてるわけじゃないですか。したら、最初の2、3人はそれで儲かるかもしれないですけど、他の人は絶対成功しないじゃないですか。 なので、その、なんか3万人も聞いてる放送で、楽に金が稼げる方法を聞いて、自分はそれで稼げるんだって思っちゃう時点で、ちょっと、その、合理的な判断をかけてるんですよ。で、世の中に合理的な判断をかけてる人はいっぱいいるんですけど、で、それに対して、あの、直樹さん2000円払ってるんですよ。間違ったものに対して2000円払うというのが、よろしくないことだって気づいてないんですよ。 なんで、このまま行くと多分、なんか、この資料を買うと儲かりますよっていう、なんか、お金持ちの何たるのマニュアル、月5万円みたいなやつに、多分、騙されてお金を払うことになるんですよ。なんか、あの秒で億稼げますみたいな。 で、ああいう、その、なんか、情報商材と言われる、なんか、この資料買って言われた通りやったら儲かりますよ、みたいな。要は、その、じゃあ、5万円で買ってみたら、こういう感じで5万円で何かを言えば儲かるよ。だって、あなたが買ったんだから、他に儲かる、他に買うバカもいるでしょみたいなのが書いてある、5万円のテキストみたいなのが送られてくるんですけど、そういう感じなので、多分、騙されると思うので、あの、お金のあるうちに、あの、現金を換金しやすい何かに変えてください。貯金とかも。 あの、口座にお金があると生活保護もらうときにそのお金って、あのいや、口座にお金があると生活保護もらえなくて、現金20万円以上もらってると生活保護もらえないんですよ。 なので、あの、遊戯王カードとか、マジック・ザ・ギャザリングのカードとか、あの、証券とか、あの、商品券とかにすると、それお金になるでしょっていうので、あの、生活保護をもらうとき、役所の人に取り上げられちゃったりするんですけど、その、遊戯王カードみたいな、その、遊び道具で転売可能なやつを買うと、それって一応、あの、法律上は、あの、証券ではないので、あの、いくらそれいっぱい持ってたとしても、あの、それ売ってお金してくださいねって言われないんですよ。 なので、あの、今も多分そんなにお金がないと思うんですけど、残りのお金をそういうおもちゃ的なもので換金しやすいものに変えて、生活保護をもらうと、東京都に住んでると大体12万円か13万円ぐらいもらえるようになって、で、家賃5、6万円のところに住むと、手元に5万円ぐらい必ず残るようになるんですよ。っていう仕組みがあるので、あの、早めに生活保護をもらっていただくといいんじゃないかなと思いました。